質問なんですけど、はい、実際に今石田先生が書いてくださった右側のように書いて考えている人が多かったんですか？いや、見えない感じじゃん、2割ぐらい。あ、2割ぐらい、うん、あ、でも、じゃあちょっと質問ですけど、これは西野先生に対してもそうだし、はい、今聞いてくれてる皆さんに対してもですけど、はい、それから自分自身に関して対しての質問でも、はい、でつまり僕は今から自分でもよくわからないことを聞きますが、はいはい、まず、ゲーム理論に即して考えると基本的にまあプレイですよね、はい、まあストラテジーって言ってもいいですけど、っていうのは、まず、ある程度ゲーム理論を勉強してきた皆さん向けに、尋ねると、それはやっぱり原則として、第三者が見た時にその意味が変わらないようなものを考えるはずなんですよね。つまり解放するとか殺すっていうのは、これは第三者が見た時にきちんと判別ができるアクションになっていて、離す離さないっていうのもそうですよね。でそれに対して約束するしないっていうのは、その解放するとか殺すとか話すとか話さないっていうアクションに比べると、第三者がいつ誰がどこで見てもこれは約束したよねとか約束してないよねっていうの判別が少し分かれるようなアクションじゃないかと。つまり、まあ、何が違うのかというと、解放する殺す話す話さないっていうのは、話す話さないっていうのはちょっと難しい、線引きが難しいように聞こえるかもしれませんけど、話す話さないっていうアクション自体は何を話すか話さないかっていうその言葉の問題には依存してないですよね。うん、そうですね。ところが約束するしないっていうのは何を言ったかっていうのがそこで問題になってるので、実は、客観的な記述をしているようで約束するしないっていうのは、何を言ってるのかっていう問題になるから、つまりまあこういうことですよ。自分は約束したつもりでも相手から見たら約束してないと、逆に自分は約束してないつもりでも相手から見たら約束したっていうようなことが普通にこうあり得ることなので、まずそういうことをゲーム理論の文脈でまあ問題にするっていうことが、まず最初にちょっと違和感があるというか、それはつまり、石田先生の今のメッセージっていうのは、言ってみれば今日のプリントにもありますけど、全てのと存在するっていう話でね、そこまで考えなくてもいいのだっていう話、はい、それと同じような構造にはなってますよね。つまり考えすぎちゃってるわけです。で、まあ、これはあえて、厳しい言い方をすると、要するに分かってないと余計なことまで考えるっていうことの、まあ、無駄なことまで考えちゃう、時間と労力を、まあ、その分無駄にしてるっていう典型だと思うんですけど、まあ、そのことはさておき、その約束するしないっていうのを他のアクションと、まあ、ストラテジーと、同列に扱ったこと自体を問題にするんですが、それは、あ、ごめんなさい、その点についてはどういうふうに思われますか？僕、まずそれがまず最初に、思ったんですけど。僕は、それは、ですね、こう考えてました。約束するっていうのは、まあ、手紙を書いてですね、絶対言いませんと書いて、で、まあ、チパって指切って、なんか血を押したと。で、これあげますと。まあ、それがその後、まあ、効力を持つかどうかはさておきというアクションをしたことも含めて約束するというのに解釈します。多分これはもしかしたらゲーム理論ではそこまでまだそのまだというか、実は扱ってないっていうことなのかもしれないんですけど、はい、約束したかしなかったかっていうことは、それを言ってみれば、なんていうかな、その主体ですよね、はい、主体だけで決められないところがある問題で、まあ、一般的な言い方をするとその状況とか環境に応じて、約束してないかったことが結果的に約束したことになったり、あるいはその逆になったりの可能性があるけど、あ、別に難しい言い方になってますけど、解放するとか殺すとかっていうことは一旦そのアクションを取ったらそれが逆のことになるってことはないですよね、おそらく。つまり殺したのに殺さなかったっていうことが生じることはないっていう意味です。で、話さ話さないもそう、それに対して約束するしないっていうのはちょっとそれに比べるとちょっと扱いが慎重、そうですね、慎重にした方がいいかなっていうことで、ただ興味深いのは、
これは2割ぐらいの人がそう回答したっていうことですけど、それを出発点に持ってきたことの判断基準が何なのかっていうのをこう明確に意識されてたかどうかですよね。これは、約束するしないを最初に持ってこなかった人もあるなんか判定基準を自分で設けた上で約束するしないが最初ではないっていう判断をしたのかどうかっていうのはこのエクササイズにおいてきちんと意識されてほしいとかなと思いますけども、はいはい、なるほどね、はいはい、約束するしないは、まあ殺す殺さないとは話す話と違って複雑な部分があるっていうのは、まあ、こういうことを、約束を守るって言って守らなかった後どうなるのかも本当は考えなければならないので、それが約束なので、だからそこが本当はそこのゲームになっているところですね。2人で約束を守ろうって言って守らなかったらどうすんのとかですね、あるいは守ってもらえなかったら他の人に訴えることができんのっていうことまで考えて約束なので、だから簡単にするしないで日本の枝にするのはどうなのかなと、もうちょっと複雑なことも考えなかんのちゃうかなという、そういう指摘だと思います。総理、わかりました。こういうことだと思います。2つ多分問題があって、一つはさっき言ったことで、約束という他の客観的に第三者が見て、何が起こっているのかということを、判定できるようなアクションと、それから区別されてないところのある種の雑さの問題と、かつそれは雑ということに多分今から言うこともなるんだと思うんですけど、それをそのまま後にこう繋げちゃってるところですよね。つまり約束するしないっていうところの後に、その、本来考えるべきゲームを言ってみればそのまま接続してしまっているところに、こう違和感を感じなかったところにむしろ僕は違和感を感じてるというか、つまり問題は多分、これは別に怒ってるわけでもなくてダメだということなんで、いい勉強になってるんだろうからっていうか、なってるはずだからいいと思うんですけど、多分分かってないとまず全体として考えなくてもいいことまで考えてしまってるっていうのが第一点と、やっぱ区別するべきものを区別してないっていうことになってるっていう2つぐらいはやっぱあるんでしょうね。そういうことだと思いますね。そういう意味で間違いはとてもいい間違いだと思いますけどね。ただそのことをきちんと、自覚していたのかどうかっていうことですよね。それを学ぶといいと思う。ただ逆に正解した人も、本当にああいうことまで考えて、多分理想的なのはまず最初に右側を考えて、でも、一野先生がさっき説明してくれたように、あ、これは結局同じことになるから本質的に考えれば今はそこだっていうところに行って、だからこっちっていうふうに考えるのが多分一番望ましい、ね、やり方なんじゃないかと思いますけど、でもそうやると、はい、もう僕は問題、作った方なので、こっちを予想していて、でこれが出てきてこの人にどう言おうかと思ってここまで考えたって感じですね。だから僕もこれがあってこっちが出るわけじゃないんです。なるほど、なるほど、はい、なるほど。まあでも、じゃあ一応先生にとっても、はい、いい勉強になったということですね。はい、いや僕も今聞いてて、すごい勉強になりましたけど、だから約束するしないっていうのが多分、それ自体がおそらくゲームになるはずで、っていうことだと思うんですよね。はい、いい問題ですね。面白いと思いますけど、はい、ちょっと話進めますか。じゃあそもそもなんですけど、今日なんでアートとサイエンスの話をしますって市場先生が、とても、明快にまとめてくれていますけど、今日のプリントの57-8ですけど、なんでそもそも今日はアートとサイエンスなのかっていうことなんですけど、これは僕の方でちょっと勝手に先に一応パスを出すつもりで話をすると、上級の科目なので、表現としては今から皆さんにお伝えする表現そのもので皆さん自身が、考えたことがあるのかどうかっていうのはちょっとわからないところもあるんですけど、少なくともこうこれまで大学に入って、2年以上経済学を、勉強してきて、経済学って、重要なのかあるいは大事なのかっていうようなことをおそらく考えたことがない人は一人もいないんじゃないかと思うんです。で今日皆さんにお伝えしたいことは、一言で言えば、アートとサイエンスについての話をするっていうのはそれはあくまでも手段であって、自分にとっての、経済学っていうのはどういう、意味あるいは意義を持つのかっていう位置づけを、ちょうど今年ももう今日が6月の28日で、今年ももうちょうど半分が終わってるわけですけど、ちょうど通院で、1月から12月までのカレンダータイムで言えば今日がちょうど真ん中っていうことなので、
それから3回生以上の人にとってはもう半分以上大学も過ぎてるわけですけど、このタイミングで少し自分にとっての経済学っていうのは、少なくとも暫定的な仮にの形でも良いので位置づけをまあしといてほしいということで、まあ、今日はアートとサイエンスについての話を、するということなんですけど、そもそもは、それが皆さんにとって、まあ、経済学の、まあ、自分にとっての意味を考えてほしいということなんですけど、なんでアートとサイエンスに今回はしましょうっていう話をしたかというと、そもそもざっくりと非常に大雑把な議論ですけど、でちょっと書くと、こっち使っていいですかね、はい、何を勉強しても、まあ、これは僕が大学生の皆さんに、強くこう伝えたいことが一つでもあるんですけども、自明であるものとやっぱそうでないものとっていうのを、まあ、区別する力を、まあ、つけてほしいというのがあって、まあ、自明っていうのは要するに、まあ、説明もいらないということです。でそれはいろんなレベルでの問題があって、例えば今のようなゲームを考えると起こる結果っていうのは全然自明じゃないわけですよね。でつまりお話として考えると非常にもっともらしくてありそうなことだけど、ゲームで記述するっていうエクササイズをしたときに、ある種のこう負担感が発生するのは、おそらく一見話としては自明のように説明不要のように見えるようなことが、実は説明がすごくいるようなことだということが分かるということが一つなんだと思います。それで何が言いたいかというと、まあ、いろいろこういろんなことを考えていてですね、この間一野先生と、まあ、ちなみに今回は打ち合わせは1回のみで済ませてるんで、はい、ほとんど今日は2人でする新しい話だと思いますけど、はい、理系と文系って区別してますよね。だけどその区別って自明なのかって思ってるんですよ、ずっと。それは僕は高校生ぐらいの時からですね、大体多くの人は高校2年生ぐらいの時に、これ日本ではっていう話なんですよ。理系と文系に分かれますよね。でもそもそも人の考えることっていうか、その思考のタイプや知性のタイプが理系と文系のように分けられるのかというのはずっと疑問に思ってるんです。つまりそれは大学に関して言うと経済学部とか文学部とか経営学部とか法学部とか理工学部とかって分かれてますよね。高難は今8学部があります。で多い大学になると13ぐらい学部があるんですよ。でそんなに知性が本当に分けられる、それは自明なのかというのがずっと思ってることで、でアートとサイエンスってそもそも何から来てるかというと、ちょっと真ん中にこれは書いておくと、英語で、アーツ&サイエンシーズという言い方があって、でこれは日本語にそのまま訳すと、日本語では何て訳されているかというと、学芸って訳されてるんですよ。でこれは、何から来ているかというと、この学の方は科学なんです。で芸の方は芸術の方で、このアーツっていうのが芸術の方で、でサイエンシーズっていうのはそのまま科学なんですけど、これはに、この文脈が、アーツっていうのがいわゆる僕らが言う文系、文化系です。でサイエンシズの方が理系っていうことなんですけど、これはアンドで実は結ばれてて、本来セットでいつもアーツだけを問題にするとかサイエンシズだけを問題にするっていうよりはアーツ&サイエンシズでセットなんですけど、じゃあ経済学をこれまで勉強していた皆さんにお伝えすると、で皆さんは経済学をどっちだと思って勉強しているのかっていうことです。まず聞きたいのは、うん、つまり、今日皆さんで考えたいことは、皆さんでとか僕らも含めてね、はい、考えたいことは、僕たちは、あるいは皆さんは、私は、僕は経済学を科学として身につけようとしているのか、あるいはそうではなくて、ある種の一野先生が言う意味での技、アートとして身につけようとしているのか、どっちなのかっていうことを考えたことがあるかないか、それも含めて、まあ、この問題を今日は考えてみたいと。いうことです。はい。はい。